Rated T for Teen. Chichi! Ima ketta zo! Tadaima, Okasan! Gokuso! Honmono no Gokuso nano ke? Attarime ja nei ka! Ome mo genki so da na! Mattaku!一年以上もどこをほつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して。それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いやあ、話すと長くなるんだけどさ。はあ？三年後に人造人間が来るから、ご飯ちゃんを修行させてけれって？まあ、いいだろ？いい加減にしてけれ！冗談じゃねえ！悟空さ、どこまでご飯ちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、三年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ！なんと言おうと許さねえ！じゃあ、おめえは地球の未来より、ご飯の勉強の方が大事だって言うんか？当たり前だ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ。これが最後だべ。父。だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ。父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか。ん？この声、神様か。うん、よく聞こえるぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え？今じゃねえとダメか？ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに？わかった。今からそっち行くよ、神様。ん？待っているぞ。ピッコロ。ごはん、悪いけど、おら神様んとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。わ？はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかるさ。大丈夫かな？そら、行った行った！オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。神様の大事な話か。なんだろうな。
りゃ表修行着じゃねえか。これ着て修行すっといい運動になんだよな。よっ。よっ、神様。ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える。その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは、あっちか。おーい、悟空！やじろべ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ、先祖。神様がまた育てるってよ。それにゃ、肥料とか必要でよ。それ集めんの、おみやさんに頼もうと思ってよ。なら、おめえが集めに行けばいいじゃねえか。おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずーっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。寝てんかな。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。おい、あは、やっ、矢次郎兵衛のやつ。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。なんかいるな。おめえ、やるんなら相手になるぞ。力が。
なるほど。ヤジロベエのやつ、これが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。こりゃすげえいいリンゴだぞ。よう。はっはっは。ひひひ。いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもん。みーっけ。よし、これだな。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ、取ってきたんだわ。バッカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃーわ。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。あ、頼んだ、神様。すっかり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。ミッシャーポポ、神様のために働く。いつも。嘘つきは地獄に送っちゃおうかな。
やがんな。さっさと片付けちまうか。オラがいねえ間、ピッコロにはご飯の修行を任せっぱな。あ、お父さん。わりわり。さて、修行始めっか。よし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。相当厳しく鍛えてくれたみてえだし。やてや。どうした？そんなもんか。すげえ。でもお前も強くなっているんだ。いいぞ。やるじゃねえか、おめえら。まだまだ行くよ。ご飯。はい、ごさん。しかし、あのフリーザを倒しただけのことはある。おめえたちもフリーザより強くなってもらうからな。そんな。僕が、慣れてるのかな。一体、今の力は見えてきたみてえだな。それはどうかな。あいつは楽しみだ。ほっ、ほっ、はっ、うわっ、よっ、ほ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 っ、1年も遅れて帰ってきたわけではないよ。そういうお前たちこそなかなかやるな。さすがお父さんだ。まあよかろう。僕も頑張らなきゃ。ごはん、おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。お前がメソメソ泣いてたことか。そんな。そうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ。おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんな驚かせてやろうぜご飯。そういえば、他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は、相変わらず一人で生きがっていたようだが。なーに、ベジータなら大丈夫だ。
奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえあれば、あんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにやがる。あの女の親父はどこだ。そこか。ここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている。大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと？そりゃあお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。ま、そういうことだよ。集めてきてほしいのはね、と、必要なものは以上だね。ちっ、それを集めりゃいいんだな。見てろよカカロット、貴様以上のトレーニングをして俺は必ずスーパーサイヤ人になってやる。これか。スーパーサイヤ人になるだけじゃないぞカカロット。俺は貴様以上の強さを持った最強のスーパーサイヤ人になる。ザコどもか。本気で来るんだな。飛ばしやがれ。
ピザーコと言った。おい、フッ。おい、フン、好きにするがいい。とれ！おお、うまそうじゃないか。フン、これは悪くない。おお。Ah!
ザコどもだ。これなら食ってやってもいいな。ほう、悪くないリンゴだ。ほう。くそったれ。
おお、うまそうじゃないか。おお、こいつはもらっておいてやる。月が回ってきたようだぞ。どうじゃ？この星の原住民か？いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃそいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは、フリーザ軍の残党か？お前ベジータか？なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。分け前は渡さねえぞ。バカが、俺は今機嫌が悪いんだ。消えやがれ。
無駄な時間を使わせやがって。これは悪くない。おお、うまそうじゃないか。地球人の町ではまともな方か。この俺がカカロットの野郎を倒すまでは何でも利用してやる。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。さあ、できたぞ。カカロットのやつは100倍の重力で修行をした。ならば俺は300倍の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。くっそー。ちょっとベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。なぜだ、なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。まったく、バカな奴なんだから。くっ、呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗といったところみたいね。いっそ孫君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる。なんだと。トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。勝てるかしらね。ふざけるなよ女。俺を誰だと思ってやがる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょう。決まりね。健闘を祈ってるわ。あと、あんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの。くっ、あの女。
ここはカカロットと戦った荒野か。ということは、な、何？相手はカカロットでなく俺だと？喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女、ふざけやがって。努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやる。越える、カカロット、このムカつく俺を。今のが限界だとしたら、どんな期待外れだぜ。これに限界など、あってたまるか。トリックホール覚悟しやがれ。貴様の力を見せてみろ。それとももう使い果たしたか。見せてやるぜ。俺はまだ力を出し切ってなどいない。ヤリックホのパワーを見せるのはこの俺だ。バカな。ヤリックホール。ヤリックホール。許さん。絶対に許さんぞ。見せるのはこんなところで沈っている俺自身だ。覚悟しやがれ。どうした、こんな程度じゃないだろう。そうだ、この俺がこんな程度で終わってたまるか。俺は俺を超える。カカロットを追いかけるだけの俺などぶっ倒してな。あら、物足りなかったみたいね。貴様、ムカつくもんを作りやがって。冗談よ、やね。もっとだ。え？お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと、何を偉そうに。俺が強くなって3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。わかったわよ、もう。あら、今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない。俺はカカロットを超えるぞ。見ていろ、カカロット、俺がナンバーワンだ。今帰ったぞ、父。ただいま。いやー、今日もいい汗かいたな。悟空さん、ちょっとええだか。どうした父、おら腹減っちまって。腹が減っちまってじゃねえだ、おらは腹が立ってるだ。
たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、太一ほら免許なんて持ってねえぞ。だったら免許取りに行けばいいだ。今時免許の一つも持ってねえのは悟空さくらいのもんだ。ピッコロも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。これも一般常識の修行のうちだ。二人とも修行好きだし当然断れないべ。なぜ俺まで。次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るため渋々教習所に向かうことになった。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞ。よし、わかった。これも修行だ。ほらもう本気でやってみっか。そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かの。さて、行ってやってみっか。安全運転で頼むよ。よし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。これならいけんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。わわわわわ。安全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。わわわわわ。安全運転で頼むぞ。ヒヤホー。わわわわ。こいつは気持ちいいや。こいつは気持ちいいや。よし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。わわわわ。ヒヤホー。こいつは気持ちいいや。安全運転でいいんじゃよ。わわわわ。ヒヤホー。よし、いい感じだ。こいつは気持ちいいや。これならいけんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。へへ、どんなもんで。よし、オラの勝ちだな、ピカ。なんですかこの二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺はソンに負けたことが気に食わんのだ。へへ、オラもようやく慣れてきたとこだ。ピッコロ、次はお手芸本気の勝負だな。なんじゃと。望むところだ。なんですか。行くぞ、ソン。はい、ピクロ。
帰ったぞ、父。悟空さん、どうだっただ。へへん、そりゃもう、ばっちり。ピッコロに勝ったぞ。ち勝った。よくわからねえが、それじゃあ免許は悟空さんが取れたのけ？それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ。免許はやるから、もう来ないでくださいってさ。それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。おう、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから、後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え、オラお金のことよくわかんねえからさ、後のことはよろしくな、父。な、よし、そんじゃオラたちは修行に戻っか。なあ、お母さん。おい、父、大丈夫か？いろいろあったけんど、悟空さんもやっと免許を取れたし、あとは車が欲しいだな、悟空さん。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金あるんか？悟空さんが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから、その弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべ。だから悟空さん、働いて車を買ってけれ。そっか。わりわり。だったらよ、機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ。ブルマさんならいい案を教えてくれるかもしんねえな。じゃあ、ちょっとブルマのとこ行ってくっからな。頼んだべ、悟空さん。孫くん、どうしたの？あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何？ほら、父に言われて車の免許を取ったんだけどさ、今度は父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな、車。へえ、孫くんが免許ね。まあ、車くらいなら、なんとかならなくもないわよ。ほんとか？でも、孫くんの運転って乱暴そうだし、普通の車じゃ、すぐに壊しちゃいそうよね。もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれるなら、私がとびきり頑丈な車を作ってあげるけど。材料って、何集めてくればいいんだ？そうね。必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか、悪いな、ブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。行ったぞ、父。ああ、悟空さん、車はどうだったべ？材料集めたらブルマが作ってくれるってよ。ほんとけ、よかっただ。じゃあできるだけ早く材料集めてけれ、悟空さん。きっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが、一応集めてみっか。
よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が？わかった。ピクロ、また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれにか。いいだろう。悟空さん、今無天老師様から連絡があっただよ。カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それで、なんだって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行があるんだけど。無天老師様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。そうだな。じゃあ、ほら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。いいもん手に入ったな。じっちゃん、オラに何の用事だろう。よう。よっ。へへへ。へへへ。おい！よし。うまそうな魚だな。よし。うまそうな魚だな。よし。
んなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし。うまそうな魚だな。ほら、早く修行してんだけど。すげえうまそうなもん、みーっけ。もしかして、じっちゃんが修行してくれんのかな。でも、ランチが来てるって言ってたしな。よし。そんなもんで。おい。よし。うまそうな魚だな。よし。うまそうな魚だな。よし。なもんで。
へへ、うまそうな魚だな。よし、そんなもんで。よし。そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし、そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし、そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし、うまそうな魚だな。よし、そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし、そんなもんで。へへ、うまそうな魚だな。よし、そんなもんで。へ
うまそうな魚だな。よし。もんで、へへ、うまそうな魚だな。よし。うまそうな魚だな。じゃあな。おみやな。おい。はて。やれやれじゃな。あは。こりゃ。やれやれじゃな。やじろべえも変わんねえな。ちっこしょう。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
じっちゃん、オラに何の用事だろう。とにかく行ってみっか。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。へへ。木が見せてくるのがわかんな。うん、こりゃすげえ木の塊だ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。へへへ、いいもん手に入れたな。すげえうまそうなもん、みっけ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。どんな願いも叶えてやろう。さあ、願いを言え。
よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ。久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。ああ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。へへ、ほら肝心なこと忘れちまってたや。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構おらんちに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？おう、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。何か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。へへ、木が見せてくんのがわかんな。もっ、おりゃすげえ木の塊だ。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっているやつがいてよ。それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え？そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。よっ。
さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。帰ってきたか。どうだったんだ、天津飯はいたかなあ。おう、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか。これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ、これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。あと少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ。それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い、早速試してやるか。Thank you.
もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。